7番、赤渕義隆君。ただいま議長のお許しをいただきましたので、出産祝い金の創設について2点、総括方式にて質問いたします。まず、先々週の報道によりますと、2020年に生まれた日本人の子どもは84万832人と、前年より2万4407人減って過去最少となりました。減少は5年連続で政府の推計よりも3年早く84万台に入りました。婚姻数は前年より 12.3% 減の52万5490組と激減し、戦後最少となり、新型コロナウイルスの影響も重なり、日本の少子化が加速しているとありました。しかも、世界で例を見ないスピードで進んでいて、このまま行くと2040年までに全国1800ある自治体のうち、半分の896の自治体が消滅すると言われています。また、34年後には日本の人口は8000万人台に減少すると、ちょっとゾッとするような数字ですが、その影響で今も地方の過疎化は進んで、空き家が増え、労働力減少、経済の衰退、さらには年金問題などの社会保障が崩れてきています。私もよく高齢者の方から言われますが、年金支給額がこれ以上減ったら暮らしていけないと、今まで4人の若者がこの日本では1人の高齢者を支えてきたのが、少子高齢化の波で今度は1人の若者が4人の高齢者を支えなければならなくなり、逆ピラミッド型となってぐらぐら揺れていつ倒れるかわからない状態となります。これでは年金の支給額が減るのは当然であり、病院に関わる健康保険料の支払額は逆に増えていきます。また、人口減少の影響は実は他にもあります。私たちが安心安全に暮らすためには、治安を守る警察官、災害時対応は消防官、自衛官が必要です。今、密かに日本で何が起きているかといいますと、少子化の影響でこの警察官、消防官、自衛官になる若い人が減少していると言われています。このままでは私たち市民の安心安全な暮らしが根っこから壊れていきます。次に、本市の出生数の推移はどうかですけれども、資料がありますので、それとともに見ていきたいと思います。お願いします。これは守山市の過去5年間の赤ちゃんが生まれた出生数です。少子化対策はもちろん出生数が上がることです。守山市の1年間の出生数、赤ちゃんが生まれた数は、2016年は829人でありましたが、5年後直近の2020年は731人で、ここ3年は800人を割ってしまいました。また、守山市のお一人の女性が一生涯に子供をお産みになる合計特殊出生率は、2017年の 1.71 から2019年は 1.53 と減少傾向にあります。このことから本市において少子化が進んでいることがわかります。先ほど日本でついに85万人を割ったと言いましたが、少なくとも1年間に120万人生まれないと社会保障制度が維持できないと言われています。守山市の出生数も減ってきましたと述べてきました。そこでまず1点目の質問として、本市の出生数の推移を見て、ご見解を総合政策部長にお伺いいたします。次に2点目の質問ですが、とにかく私たち市民が安心安全に暮らしていくためには、持続可能な社会を維持するために、少子化対策は待ったなしと思っております。
他の自治体でも少子化対策の一環として出産祝い金がありますが、守山市でも取り組むべきと思います。実際に東京都千代田区がお腹の中の5ヶ月の赤ちゃんから支援しようと4万5000円を支給した誕生準備手当を支給して、これで事実千代田区は人口が増えたと聞き及んでいます。内閣府の資料からは本当にいろんな自治体が出産祝い金や事業にたくさん取り組んでいることが示されていますが、その中で特徴のあるものを紹介したいと思います。大阪府池田市はご存知の通り世界初のインスタントラーメンの発祥地として知られていますが、子育てしやすい町関西ナンバーワンに選ばれるなど子ども子育て支援日本一の町を推進中でありまして、池田市エンゼル祝い品として第1子以上を出産の場合は1万円の定期預金通帳が申請されます。第3子以上を出産の場合は5万円の定期預金通帳が申請されます。また珍しいものとしてダイハツ工業株式会社の社会貢献事業の一環として同社の乗用車新車を3年間無償貸与するエンゼル車提供制度というのがあり、これは何かといいますと池田市の子ども子育て支援日本一の町を目指す取り組みにこの事業者がぜひ力になりたいといって提案があり実現したそうです。3人以上お生まれになったら車をいただいたら本当に助かるだろうなと思います。私が思うには、私も6人の子どもと孫もいますけれども、もちろん出産祝い金としてお金も本当にありがたいとは思います。でもさっきの車みたいに出産祝い金を物に変えたということで、例えば守山でも自転車利用を促進していることから自転車をプレゼントすることによって、毎日自転車を漕ぐたびに、守山に、本当に守山で出産してよかったと感謝しているもらえるのではないのかなと考えます。また祝い金とは異なりますが、昨年のコロナ対策として子ども未来商品券を妊娠している世帯、すなわちこれから生まれてくる子どもたちにも支援、支給されたことは多くの妊婦さんから感謝の言葉があり、守山市は赤ちゃんに優しい町であると印象づけました。このことからお金にこだわることなく早急に検討をお願いしたいと思います。現在の日本は人口社会減少に突入しているため、多くの自治体で出産を奨励する制度として出産祝い金を支給する自治体が増えてきております。例えばこういうふうなキャッチフレーズがあります。出産祝い金を支給できる自治体に住もう、出産祝い金を受け取ることのできる自治体に移住してみてはと、どこも頑張っております。ぜひとも守山市も選ばれる町、また持続可能な社会の実現に向けて出産祝い金の創設を検討いただきたいと思いますが、ご所見を総合政策部長に伺います。総合政策部長。それでは赤渕議員、ご質問1点目、本市の出生数の推移についてお答えをいたします。本市の人口はおかげさまで毎年コンスタントに600人程度増加をしているところでございますが、出生数は2013年平成25年から2017年平成29年までは年間800人程度で推移をいたしていたところ、議員仰せのとおり2018年平成30年は766人と減少に転じまして、2019年令和元年700人、2020年令和2年731人と700人台にとどまっているところでございます。
また市民課における出生届数の速報値を見ますと、本年年明け1月から5月までの5ヶ月間におきましては、281人の出生で、前年同期と比べると、まだ16人の減少となっており、減少傾向が続いている状況にございます。出生数の減少は、生産年齢人口の減少や高齢化に拍車をかけ、経済、社会保障、暮らしに大きな影響があるものと考えております。昨年度策定いたしました第5次総合計画後期基本計画では、市民憲章に掲げるのどかな田園都市を基軸としつつ、市民一人一人の心身の豊かさ、自然環境や教育文化等の豊かさをさらに追求した豊かな田園都市を目指し、これからの子どもたちに夢を語れるふるさと森山を創造するといたしまして、2040年、令和22年の人口を8万8000人を目指すとしたところでございます。直近の状況は、新型コロナウイルス感染症拡大による出産控えの影響も多分にあると推察をいたしておりますが、ワクチン接種を加速をして、新型コロナの早期収束による出生数の V 字回復を期待しているところでございますけれども、本市においても多かれ少なかれ、日本における人口減少の波が押し寄せようとしている可能性があり、地域の実情に応じた少子化対策の重要性を感じているところでございます。次、2点目のご質問、出産祝い金の創設についてお答えをいたします。議員仰せのとおり、日本全国を見渡しますと、少子化対策の一環として出産祝い金の支給を行っている自治体がございますが、県内においては近江八幡市のみが支給を行っておるところでございまして、子育て世代の家計負担の軽減と子どもの健やかな成長を願うとして、出産日の1年以上前からの住民登録を支給要件といたしますけれども、第1子1万円、第2子2万円、第3子以降3万円を支給しているところでございます。なお現在自治体において行われている少子化対策といたしましては、出産祝い金以外にも若者の出会いの場づくりによる婚活事業や、中高生や若い世代を対象としたライフデザインセミナーによる結婚の機運醸成など、さまざまな取り組みが行われているところでございます。そのような中、新婚世帯を支援する結婚新生活支援事業を実施する自治体が増えており、その実施自治体数は昨年度281市区町村に対しまして、今年度はほぼ倍増の539市区町村と大幅に増加をいたしておりまして、県内においても昨年度6市町であったのに対しまして、今年度12市町と、実施自治体数は2倍となっており、少子化の主な原因とされております、未婚化、晩婚化に着目をして、重点的に取り組む自治体が増加しているところでございます。本市におきましても、まずは未婚化、晩婚化が重点的に対応すべき課題であると捉えておりまして、今年度、国庫補助金を活用する中で、婚姻日において夫婦の年齢がともに39歳以下、かつ世帯年収が540万円未満の世帯を対象に、結婚を機に住宅を取得した費用、あるいは賃貸借した費用等に対しまして、1世帯当たり30万円、夫婦ともに29歳以下で2世代同居の場合にあっては、さらに30万円を上乗せ加算して支援をいたします。結婚新生活支援補助金を創設し、婚姻数を増やすことにより、出生数が増加することを期待しているところでございます。なお、本市の婚姻件数につきましては、ここ数年、400件程度で推移をしておりましたが、2020年、昨年、令和2年の婚姻件数は370件と減少いたしまして、出産控えと同様に婚姻先送りとして、ここにも新型コロナによる影響が少なからず出ているものと考えておるところでございます。そのような中、直近の市民課における婚姻届出数の速報値を見ますと、2021年令和3年年明け1月から5月までの期間においては163件の婚姻届がございまして、前年同期に比してわずかでございますが8件増加をいたしておるところでございます。一定の回復の兆しが見えてきておりますことから、まずはさらなる、婚姻届出数の増加を目指し、妊娠、出産、子育ての出発点となります結婚新生活支援補助金の PR を十分に行いつつ、出生数の動向に注視する中、市として少子化対策を間断なく充実してまいりたいと考
考えております。以上、答弁といたします。7番、赤渕義孝君。はい、ありがとうございました。ただいま、答弁いただきましたが、出産祝い金の創設については、まあ、具体的な今、回答がなかったように思います。まあ、最後の間断なく、少子化対策を充実していくの中に、出産祝い金が含まれるという認識でよかったでしょうか。もちろん私も少子化対策として今年度の結婚新生活支援補助金につきましては大いに期待しているところではありますが、やはり今子どもがいらっしゃる方がもう一人この森山で子どもを産みになりたい、そう思えるような施策も必要かと思います。答弁の中で滋賀県内で唯一近江八幡市が出産祝い金を支給していると紹介していただきましたが、実際に、若いお母さん方からは、出産金があるかどうかというのをやはり調べるということを聞きました。インターネットの生活ガイドコムという、サイトがありまして、その1ページ目に出産祝い金があるなしの項目が出てきまして、もちろん森山氏はなしと書いてあります。非常に残念であります。まあ、そこで、出産祝い金を支給している自治体のほとんどが、3指名以降に手厚くしていることから、出産や子育てにお金がかかる第3指名からの支給など本市の独自の、祝い金創設に向けて、今後調査研究を行っていただき、待ったなしである少子化対策として取り組んでいただきたいと思いますが、再度、答弁をお願いいたします。総合政策部長。はい、議長。それでは再度のご質問にお答えをいたします。まず議員からは、再質問の前の最初のご質問の中で、森山に住もう、移住してみたいなど、選ばれる町にぜひなってほしいという願いを申されました。おっしゃる通りでありまして、我々としてもぜひそうありたいとして日々努力をしているところでございます。そのようなことから、これまで森山版のネオブラの推進を図り、その一環として今後豊かな人生を歩んでほしいという願いから、すべての乳幼児に生後10ヶ月健診時絵本のプレゼントを行っております。また保育の受け皿の拡充などの子育て支援に鋭意取り組み、かつて県内ワースト1位でございましたが、この待機児童についてようやく本年解消できたことなど、これらも選ばれる町となるための大きな前進であると考えておるところでございます。さて、先ほど議員からは第三指名以降への出産祝い金の支給についてご提言ございました。ご夫婦お二人が3人目4人目のお子さんを持っていただくとは、ちょっと語弊があって、誤解を招く恐れございますが、単純計算で2から3もしくは4人となるわけで、その2人に何らかの支援をすることは少子化対策として有望であり、またさらなる選ばれる町となるためにも検討すべき施策ではないかと考えております。しかしながら、先ほどご答弁させていただいたとおり、まずは未婚化晩婚化の課題に対しまして、妊娠出産子育ての出発点となる新婚生活への支援を行いまして、ハネムーンの時、あるいは新婚の時から森山にお住みいただきまして、出産子育ての希望が叶う町の実現に向け、簡単なく少子化対策の充実に取り組んでまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。暫時休憩します。